スティーブン・マイケル・ダガーは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、スパータンバーグ軍スパータンバーグ出身の、プロ野球選手、右ト左打、MLB サンフランシスコ・ジャイアンツ所属。2015年、MLB ドラフト6巡目で、サンフランシスコ・ジャイアンツから指名され、6月20日に、契約。契約後は、A-9 セーラム・カイザー・ボルケーノスで58試合に、出場し、打率。 293、1本塁打、27打点、6盗塁だった。2016年は A 級サンロゼジャイアンツで開幕を迎え、70試合に出場。打率、284、9本塁打、30打点、6盗塁の成績で、6月30日に A 級リッチモンドフライングスクールレルズへ昇格。A 級では60試合に出場し、打率、 321、1本打二24打点、9盗塁だった。2017年は怪我のため開幕から7日間、故障者リストに入り、6月に、ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで復帰。その後 A 級3の税を経て、8月に、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格。トリプル A 級では十三試合の出場で、打率、六十一二本塁打六打点。 三盗塁だった。2018年はトリプル A 級サクラメントで開幕を迎え、7月8日にジャイアンツとメジャー契約を結んだ。同日のセントルイスカージナルス戦で一番中堅守として先発起用されメジャーデビュー。4打席目にグレッグ・ホランドから中堅への二塁打を放ち、メジャー初安打を記録した。八月四日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、 クレイバックホールツからメジャー初本塁打を記録。8月29日に左肩の打撲で10日間の故障者リスト入りし、9月2日に左肩の手術を行った。ありがとうございます。